はい、さあ皆さん、こんにちは。アーキーです。本日の動画は、10月13日木曜日にですね、アーキーの、ウクレレ弾き語り沖縄&日本全国無料訪問ライブということで、沖縄県内にある、ステップおろくという、放課後等デイサービスの方に、無料訪問ライブに行ってきました。そちらのね、まあ、映像も、ちょっと見てもらいながらですね、感想の方のお話をしていきたいなと思っておりますが、いや、本当ね、楽しかったです、本当に。まあ、初めましてのね、事業所で、まあ、子供たちも先生ももちろんですが、皆さん、初めましてってところでね、まあ、少し緊張するところもありましたが、前半はね、ウクレレのね、ライブをしながら、で、ウクレレのプレゼントも、して、で、最後にですね、ちょっとお時間をちょっともらって、子供たちにね、ウクレレをね、まあ、ここの後ろにある何本かも、ちょっと渡しながら、ウクレレをね、触ってもらったりとか、そういった時間も作りまして、いや、本当にね、もうすごく楽しかったです。もう素直にもう、また行きたいなというところで思ってます。ぜひ声かけてもらいたいなと思っております。で、今日はですね、今から、そのライブの映像をね、少し見てもらおうかなと思っております。ちょっとね、プライバシーとかのね、問題もあったりするので、お子さんのね、顔とか映って、自分だけしか映ってないところではあるんですが、今回ですね、子供たちにもずっと一緒に歌ってもらっているのでね、まあそういった歌声もね、一緒に聞こえてくるかなと思いますので、すごくなんか、聞いててね、なんかほのぼのとした、なんか優しい気持ちになれる、そういったライブでございました。ぜひね、皆さんにもね、ちょっとチェックしてもらいたいなと思いますんで、一緒に見てもらいたいなと思います。それでは早速、ライブ映像の方どうぞ。どうして君が泣くの？まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから辛い。
世界
Thank you.
いろんな色で染まる世界で一人で、oh, 振り向かなくてもいい、今までのどうすればいいから、諦めないで Everyday 君だけのI'm not afraid of the dark.
とかピカチュウとかもよろしくね、みんな。晴れて
ワン、ツー、サン、はい。ララララ系で今ねライブの映像を見てもらいました。ちょっとね、まあ、歌唱部分などでね、まあ、全てのところをねちょっと見せてるわけではございませんが、もうね最初から1曲目からね一緒に歌ってくれてすごくね楽しくてね優しい気持ちになれる本当に素敵なライブでございました。本当ね一緒に歌ってくれたもう子供たちとねもう職員さん本当皆さんありがとうございます。もうステップロックさんに本当ね感謝でございます。本当にはい。でウクレレもねプレゼントしてウクレレでねあの映像にはなかったんですけどウクレレをねみんなで触ってもらって、プレゼントしたねこの譜面というかそれをね一生懸命見ながら弾いてる子もいればねかっこよくポージングというかねやってる子もいたりとかね、まあ、いろんなウクレレ楽しみ方がすごくあるなってところでね。で今度行く時はねぜひねなんかいろいろタンバリンとかねカホンとか持ってってみんなでね音楽を鳴らしながら楽しめる、まあ、イベントというかね訪問ライブができたらいいなというふうに思っております。本当にステップ6さん本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。はい。というわけで、ここからはですね、ちょっとまあインフォメーションという感じになってしまうんですが、はい。まあ、先ほどね、見てもらった通りに、アーキーの、沖縄&日本全国ウクレレ無料訪問ライブということをね、まあ、今年の4月からね、気持ち改めてスタートしております。まあ、今回ね、2回目の事業所さんということで、これからもですね、どんどんいろんなあちこち、事業所も回っていけたらいいなと思っておりますが、まあ、基本的には、無料訪問ライブということなのでね、あちこち無料で行きたいなと思っております。今コロナの問題もあるのでね、なかなか県外に行くっていうことは、まだ自分の中ではなかなか難しいところではあるんですが、ぜひね、沖縄県に限らず 県外の方もぜひ、インスタグラム、ツイッターの方やってますので、そちらの方から、DM、ダイレクトメッセージでね、ぜひ来てくれませんかっていうふうに、ね、お声かけしていただけたら、いろいろね、スケジュール組んでいって、お伺いできたらいいなというふうに思っております。まあ、県外だとね、なかなかね、そうタイミングつくの難しいかもしれませんが、必ずね、お伺いできるように頑張っていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてね、今回みたいに、もし可能であれば、もう自分の姿を映すだけでも全然構わないので、そこでのね、ライブの映像などの撮影も、ちょっと OK もらえたらすごく嬉しいなと思っております。もちろんね、無理とは言わないので、ぜひぜひご協力いただけたらなと思っております。はい。ということで、今後とも、秋のウクレレライフ、無料訪問ライブ、ともども YouTube とね、こういった活動、ぜひ応援いただけたら嬉しいなと思っております。ぜひね、お友達とか、お知り合いとか、そういった方にね、高齢者施設の方がいたりとか、障害者施設、児童デーだったりとか、生活介護、就労だったりとか、で、また保育園、幼稚園とかね、あと病院とか、そういったところでもし、アーキーさんのウクレレ一緒にね、歌ってほしいですとかね、ぜひ聴かせてくださいとか、ちょっとウクレレ触るきっかけ作ってほしいなど、そういったね、ことがありましたら、ぜひぜひ遠慮なくお声掛けください。基本的にね、頑張ってあちこち行けるように頑張っていきたいなと思いますので、今後ともぜひ、応援の方よろしくお願いいたします。そしてもし、可能であれば、チャンネル登録の方も、やっていただけたらすごく嬉しいです。このね、まだ収益化できてませんが、収益化できた時にはね、この収益で得たお金をね、使って、日本全国、沖縄県でもいろんなところに、ウクレレをプレゼントしながら無料訪問ライブしていきたいなと思ってますので、ぜひ皆さんの力を貸してください。というわけで、今回の動画は、ステップ6さんのところに、無料訪問ライブに行ってきたよということで、ライブ映像と、まあ、今後半ですね、ライブのこういった今後のインフォメーションというか、協力願いというか、はい。イベント待ってますってことのお知らせでございました。今後とも応援よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。